皆さんこんにちは。こんにちは。2月の20日、パズドラ2周年の日の降臨10本勝負が発表されましたね。されました。されましたね。その中の1個にですね、はい、女神も含まれております。今日来てるやつ前哨戦としてプレーしましょうか、うん、そうですね。ただ女神はゼウスが超地獄級で、まあ、一番難しいのは当たり前なんですけど、はい、うん、女神の地獄級もあれです。イザナミレベルで無理です。無理無理と。フレンドの設定をしましょう、はい、挑むのは地獄級です。はい、はい、挑むのは挑むのはこちらのバランスパーティーです。参りましょう。はい、挑戦。はい、参ります。はい、ここは倒しに行ってきます。バトル1はこんな感じ。こんな感じ。バトル2、仮面だ仮面だ仮面だ。なんで仮面がいるんだ。仮面がね、出てほしくないんですよ。この人です。そう、仮面が嫌なんですね。まず仮面から倒しましょう、はい、仮面は HP20 です。あ、結構あります。予習してます。おお、すごい。木が欲しいんですけど、木がこの盤面に全くないので、はい、おっ、ラッキー。で、もう一回木です。はい、参ります。これでまず虹の番、神秘の仮面をゲット。ここからですね、こっちから倒そうか、うん、いくぞ、はい、お、あー、ハートもったいない。はい、で、あと1回であいつは倒せます。うん、参ります。で、あいつを撃った。この緑色、うん、よし。で、ここからスキルダメに入るんですけど、ハートをできるだけたくさん残しておきたくて、うん、じゃあ攻撃関係ない色。そうなんです、まあ、赤か水かみたいな、こんな感じですね。おお、嫌なの出ました。そうです。ラッキーですね。いいですね、いいですね。とてもラッキーですね、うん。大丈夫そうな闇を消し、闇が2に行っちゃうんですけど、闇を消しておきましょう。こんな感じで、で、ここで9999となった、はい、ハート3コンボ。おお、参ります。あー、すごい。あ、そうか、そうか。あー、ダメだ。ハッピーで消えちゃった。あー、あー、これをね、これあかん、やめろよ、倒すなよ。あー、あー、マオ先生、チェックしてください。何をチェックするかというと、こいつ、はい、私の HP だと耐えるんですよ、確か。ここでスキル貯めます。ダメージ見てください。わかりました。一応
11,310 キロ。はい。で、攻撃耐性のリターンが上がるっていうのがあります。で、ジェノサイドビット連続ダメージ、それがですね、なんと6792から23,76が受ける場合がある。で、多分それ、はい、HP がすごい減らないと来ないはずなんですよ。なるほどなるほど。あくまでハズ、それにかけてスキルを貯めるしかない場面、ここですね。ここは、はい、貯められなければどちらにしろ勝てないです。その後で、はい、さあ何もなく来いよ。 OK。 あ、そうか、これ普通にあれだ、11,319ですね。そうです。3ターン、ここから回復をしたいんだ。めっちゃ回復必要。めっちゃ回復必要。で、中短波に一撃かますと、多分お怒りを買うので、はいはい、中短波にはかませないんですよ。行くぞ。はい。そう、ハートを呼びに、あー、ほう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 、これはもう倒すしかない。もう、うん、そうなんだ、そんな厳しいんだ。もう倒さないとやばいと思う。緑で1、2、3コンボ、緑、木で3コンボかなで3コンボかな。ですね、はい、ここはかなり考えないといけない場面でして、木で3コンボで飛ばせるかな。まあ木で3コンボだな、行くぞ。はい、このハートからスタートします。はい、おお、これで、これで倒せなければやばい。当選。あと1、あと1、大丈夫。あと1か。見えてなかった。あと1か。よかったよかった。あと1か。これで落ち着いて。これは普通に倒します。ただ、この女神降臨というのはですね、この次がやばいんだよな。デーモン、デーモンがきついんだよな。なんかイギリスラッシュの記憶が蘇ってきましたよ。はい、キングモリリンが4、うん、メロディー&ブラッキー 2、 クラピカ10なんだよ。あー、遠い。だから次多分来るんだよね。デーモン一旦6700。倒すか。しゃあない、倒すぞ。はい、あ、ヤンキーが、あ、ハートがめっちゃある。撃破、バトル4。はい、うわあ、あ、最悪。ここで、ここで TP か。しかも11の上で、これはターンかぶりはきついな。いくぞ。はい、うわー、これきつい。あ、攻撃対策、一体倒したい、一体倒したい、一体倒しきれれば勝ちじゃない、うん、参るぞ。はい、ここの水色からスタートします。はい、いきます。はい、うお、さあ行け。あ、落ち込んこない。片方倒せ、片方でいい、片方で。
おお。なるほど。助かった。なるほど。助かった。真央先生、わかりますか？はい。これが女神降臨の地獄級なんですよ。怖い、恐ろしい。恐ろすぎる。地獄だからね、超地獄じゃないからね。強い。もうこの1日とか結構なんかもうどうしようもないんで、そう、メロディー&ブラッキー発動します。なるほど、はい、オプションオンにしましょう。発動メロディーウィンク、よし。おお、ここで本当はエンシェントドラゴンナイトも使えば結構完璧なんですけど、うん、あえて使いたくないんですよ、はい、次のためにね。本当にね、厳しいんですよこの戦い。参るぞ、はい、ここのハートからいきます、はい、なぜだと思いながらも思うでしょ。ただあ、いや、ここからいこう、この緑からいきます。参ります、はい。緑2コンボ、そや、すごい。で、片方、うわー、きっ、強すぎやろ。つーあああいつは絶対次、イギリスラッシュが来る。はい、はい、イビリスラッシュが来る。死ぬ、うん、倒しきりたい。そうですね。クーフーリン、はい、使う、使う、ハートなくなる、なくなって、はい、どうする。ハートなくなってもあと1の人が攻撃してきたら、まあ6000ぐらいで、はい、ギリ耐えられる、はいはいはい、普通の攻撃でしたら6792ですけど、だったら行くしかない。やられるぐらいで行くぞ。エンシェントじゃなくていいんですね、ハート消していいんですね。耐えられるんでしょ、通常攻撃であれば。通常攻撃なら6792です。クラピカがなーと生き残ってれば。両方発動するか。え、次どうする。あいつが1体残ればそこでワンチャンかける。攻撃体積からのドロップ転火器、私の至上命題、緑4コンボ。いきます、はい、ここの闇から参るぞ。あー、繋がっちゃった。倒せ。おお、あ、いやー、怖い。あー、きつい。すごいギリギリと戦ってる。エンハンスは使えない、はい、クラピカアート6ターン、うん、さあどうする。イビリスらしく来る可能性もある。もう HP 全回復じゃないとダメですね。
もうエンハンスか倒しきる、うん、きつい女神、きついな、やむをえん、顔を見よう、あモリリン、金モリを頼むぞ、バランスエンハンス発動、ここでか、参るぞ、はい、ハートもう1コンボ落ちこい、来い、2列目ハート来い、来た、よしよし、全開全開、アーマックスを全て放出した後に真央先生、はい、策はつきました、はい、策はつきました、そしてこれが女神降臨です。厳しい戦いですね。厳しいっていうレベルではない。ちょっとマックスにとって試練すぎでしょこれ。ただ一発本気で殴るんだけど、はい、マイル、こっちの闇から、はい、そういうことです。魔王先生よくご存知で、バルキリーはあの白純白盾、はい、のなんとかっていうのをフワーンと発動してるし、ね、乙女の白盾白純10ターン無効なんです、威嚇とか物々が、はい、で私はこの HP だと10ターン耐えれないんです。いきます、はい、これだからな。そっか、どんだけ強いねん、どんだけ強いねん、これだけかー、きつい、参るぞ、はい、行きます、このハートからあと3ターン、あと3ターン、どこかで、いくぞ、はい、ここの光から参ります、はい、ハッコンボ、うん、キャーッ、あリーダーがバインド、うん、リーダーがバインド、もし万が一次に命がつながるのであれば、はい、回復ドロップを残したい、そうですね、そしてもっと回復ドロップが濃いと言いたい、濃い、さあ回復だらけ残れ、耐えろ、おお、よし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 、おお、耐えた耐えた耐えおった、耐えおったで、耐えましたね、しかもハートめっちゃ落ちてきましたよ今の、ハート4コンボ、はい、参ります、すごい、これで全回復、耐えろ、もう一回耐えろ、おー、でな、でな、クラピカが溜まったっつって、やったーって喜んで使うぞ、あ
縦でどうせ弾かれるんだ。ただ私はあと7ターン耐えられるんだ、あと7ターン耐えきれたら今ね勝負を捨てようとしたんだけど、危ない危ない、最後まで望みを捨ててはいけないと今踏みとどまった、うん、あと7ターン耐えきればいけます。まあ、想像を絶する無理ゲーやけど今もうハート1コンボしかないし、想像を絶する無理ゲーだぞあとこの子ね、真央先生、はい、この子リザレクション、あっそういえばなんかそういえばなんか記憶にある、記憶にある、記憶にある、あのちょうど去年の1月20何日だから、はい、約1年前にですね、私この子にですね、はい、あの初めてのニコ生の生放送ですよ。そうでしたね、ドラパで、はい、ドラパで、ドラパだったんですね、確かドラパで挑んで、だってあの当時ドラパ最強だから、あエンシェント、エンシェント、カオスドラゴンナイト、カオスドラゴンナイト、エキドナみたいなパーティーで挑み、なんか10コンとかしてますからね、で倒せなくて放送が終了しましたから、ね、あすごい放送だった、あの放送はシュールだったよ、ビビるスラッシュとかもあの時に相当食らってましたよ、ビビったよ、ねえ、マジか、奇跡が起こる可能性は、落ち込んでハートが来まくる、コスケ風に言うと奇跡が起こる可能性は 5% 未満マネジメントフリーからやってみるか、はい、いくぞ、さあ、ハート落ちてこい、落ちてこい、来ない、終戦、これね、はい、クラピカがあったらいけるんじゃないかって思うところがどこかあるかもしれないんですけど、はい、クラピカは4ターン以下だと、はい、これ3回ぐらいかましてこれなんですよ、うん、要するに女神に出会った瞬間に4ターンもらえるわけじゃないですか、はい、これプラスもう1回分の攻撃が減るだけで半分いかないんですよ、うん、だからクーフとエンシェントが残ってて、はい、かつマイメロも残ってて、うん、エキドの発動を重ね掛け、威嚇の部分が重ね掛けになるんですけど、全員スキル解放で最後にマイメロ使って緑が盤面にすっごいたくさんある状態で、緑だけで5コンボとかで多分半分超えるかどうかなんですよ、きっと。え？半分か6割か7割か。マジか。で残ったクラピカの3ターンで残りの3割を削れるかの勝負なんです、うんうんうん、ただその前のあいつイビル2人、はい、でもあれ本当にきついんで、きついで、気づいた通り、あのダークゴーレムは意外といけるんですよ。そうですね、うん、あっこまではいけるで、あそこまででスキルが貯めれるかで、うん、それですね、やっぱりバトル2で神秘の仮面が出るとリズム狂うよね、うん、普通の仮面だったらね一体一体丁寧に、ただはい、女神こんな感じです、はい、来週私がどこまでいけるか、はい、あ質問があるんですけど、どうぞ、あの今マックスはバランスパでこれ挑んだじゃないですか、はい、で他のその降臨ダンジョンはそれも全部バランスパって決まってるんですか、あ今まで育ててきた他の、え、だって適材適所あんじゃん、ブリパもある、あ、ゴエモンブリパですよ、うわあ、ヘライスも進化させましたし、ヘライスはバランスかな、ヘライスはバランスパかな、バランスパに入れる、10降臨で、あ、違う、ヘライス降臨に対して戦うのはバランスパかな、だから
一個一個の降臨でパーティー違います。じゃあ今までここのチャンネルで育ててきたものを全開放して、はい、全てを出し尽くして戦うと。普通に二次番出番ありますよ。そうか。でもハートドロップが枯渇しなければっていう前提だけど、これだけ持つんだな。うん、来週への戦いのなんか収穫、ね、してみます？します。いやーでももったいないよね。そうですね。ね、うん、そうですね。育て育てた方がいいよね。はい、そう思います。育成だと思います。はい、皆さん2月20日ニコ生で18時から。マックス VS 降臨10本勝負パズドラの2周年記念の日にございます。はい、ニコ生の URL をこの動画の下のコメント欄に入れておきましょう。タイムシフト登録を事前にしておくとプレミアム会員ではなくても放送終了後に、一度見ることができますので、どうぞタイムシフト登録ください。以上です。